髪が暗くなった。どう？なんか若いのかな、大人っぽくなったのかな、どっちかな。しかも今日メイクめっちゃ薄いからさ、大人っぽく見える？本当に？嬉しい。嬉しいな。でも多分色落ちするから。ダンスすごかった。ダンス見ましたか？ヒダーヤルーマ、あのね、ダンス私は苦手な系なんですよ。もうあれは苦手だな。足が上がらないのよ本当に。でもなんか笑ってやっとけばなんとかなるかなと思って笑ってやった。私まだ劇場出てないかな。そう、劇場ね出てないからちゃんと踊れてるか不安だけど、どこして一曲通して踊れるよ。曲通して踊れます。椅子使っちゃう。ごまかしはしてないけど下手です。足上がらないですって感じ。なんかまだ暗い髪が見慣れないんだけど。暗め良いですか？すぐさ色落ちしちゃうからこのくらいがちょうどいいかなって。明日舞台挨拶だしちょっと暗くしたかったんだよな。この間結構茶色かったから舞台挨拶の時にちょっと黒くしてみようかなと思って黒くした。ギフトありがとう。みんな個人的には今のが好き。本当にいい感じ、大人っぽいです。やったー。髪暗めのヒダヤ好きっす。嬉しい。暗めも冬だから暗めもいいかなって思って。
土曜日の雫公演入るので大が見たプレゼント出しておく。公演出たい、ありがとう。また取り行きます。今月は今月の終わり頃かな、出れるの。幼いかな、大人っぽいかな、両方いる。幼い、大人っぽい。さっき幼く見えるって言ってた。どっちだろう。ちょっとアンケート取ってみようかな。じゃあ私がちょっと髪を暗くして大人っぽく見えるっていう人は1番。いやいや、幼友だよって人は2番お願いします。1番が大人っぽい、2番が幼い。ちょっと暗っぽくしてね、髪を。あります。おお、え、大人っぽい。やったーなのかな。どっちでも嬉しいけど、大人っぽいらしいです。でもみんなが好きな髪型知ってるよ。黒、こういう髪色で、こういう髪色で。あれ、こうやってこうやってこうやってやるやつがみんな好きなんでしょ。もうね、わかる。もうみんなが好きな髪型わかってるよ。さ、髪がトリートメントもかけてもらって、すごいサラサラだからめっちゃシュンってなってる。いつもボワってなってる。こうやってみんなが好きなそうな髪型したら絶対コメント来るだろう、いっぱいコメント来るだろうなと思ったら、やっぱそうでした。やっぱりみんな好きでしたね。個人的にはさっきのが好き。あらま、じゃあツインテールとさっきのおろし髪どっちがいいですか。1番がツインテール、2番がおろしテール。1番が今、2番がさっきみたいに下ろしてるの。僕の好きな最強ついて似合いすぎて気持ちするねね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 。歌がわかんねえわ。どっちもって選択しなかったね。まあ、なんか下ろしてる方が好きらしい。私のファンにはロリがいないってことが分かった。安心なのかな。ロリがいないことに対して。同じくらい。まあツインテールしてショールームすることないから、今日はツインテールして
やってみようと思います。あ、そうだね、みんなロリってことバレたくないからちょっと背伸びして髪が長い方をしたかもしれないしね。そうだよ、きっとそうだよ。そうです、きっと。TikTok でツインテールお願いします。 OK、今日は結構遅い時間に配信してるけど、みんな見に来てくれて嬉しいな。もう一回アンケートめんどくさい。もういいっしょ。毎日配信してくれて嬉しい。みんなが毎日見て見るよって言ってくれるからだよ。ボブが好き。ボブってどんなん？ボブはやっぱ顔でっかいから似合わない。わ、ヒロカンブリさん、タワーありがとうございます。なんかやだー、全然似合わない、頭もでかいから恥ずかしい。こんな、なんかさ、こういう感じですか。似合うかな。私的には絶対ロングね。違う人みたい。なんか顔も丸いし頭も大きいからまん丸ちゃんみたい。確かに初期の頃こういう髪型だったよね。え、やばい、懐かしい。え、似合ってなくない？ボブ。本当に可愛い子だったら多分似合うんだろうけどね。ナギちゃんとかさ、なんかウィッグみたいだし、なんかしかも黒髪にしたからさ、余計見慣れないから違和感が。わあ、でも男性はこういう髪型が好きなんですか。なんか外羽とかしたらまだ。ボブってどのぐらい？このぐらい？なんかママに似てるんだけど。ママに似てるんだけど。
なんかコスプレみたい。全然なんかちょっと笑えてきちゃった。二人ともあやかの母です。マミーです。え、本当にママなんだけど、どうしよう。多分これでこうやってマスクしてる人がもし会場にいたら、こっち耳かけてて、であとちょっと茶髪でマスクかけてこういう顔だったら、もうあのママだと思ってください。なんか結構ファンにバレるバレるみたいなこと言ってた。ファンだっけな、こないだあのなんだっけ、あの舞台挨拶の時に行ったんですけど、お母さんもね、その時にチケットを、うん、買ったんだって。うん、買ったっていうか、そう、あの関係者の人に言った時に、ああ分かりました、もう言わなくても、ああ分かりました、ひたひたまさんお母様ですねって言われたらしい。あの何も言わなくても通されたらしい。でもなんか私はボブ待って笑っちゃうんだけど、どうしよう。なんかママは似合うんだけどさ、ママと顔が全部一緒ってわけじゃない、ママのがね幼い顔だから似合うんですけど、私なんか。でボブってどんなもん、こんな。このぐらいはボブって言わないの？肩。肩につくかつかないくらい。なんか違和感がある。これで写真あげたらみんな切ったと思うね。確かに確かに、もう全然雰囲気変わるね、こうやって下ろしたら。あれ、髪切ってなかったら、え、切ったと思ったの。やった、みんなのこと騙せた。でボブにしましょう。似合うかな、似合いますかね。切らない。なんて顔が、顔が自信満ち合う、もう可愛くてしょうがなかったらするけど、だって今でさえこうやって隠してるもん、輪郭を。髪切ったかと思いました。じゃあ途中から来たんだね。切らないで、だって。え、ロング派。女の子はねロング派だよね。私もロング派。なんだよね、男性はなんで僕が好きなんだろうね。なんででしょう。下ろした方がよく見えてきたでしょ。これがいつものダイヤだよ。
シースルーなんだけか前髪、前髪なんかいつも違う癖によって、こんな感じの前髪ボブが一番怖い。え、ボブ？ボブか。じゃあボブにしちゃおうかな。前髪はね、あげたらおでこ広いんで。よくこういう髪型してた。なんか元気っ子って感じ、前髪を上げるとね。でも最近はそんなに元気じゃないので、もう23なのでおとなしく下ろして過ごしてます。ダンスの時どんな髪型がいい？ダンスの時はぶっちゃけ全部結んでた方がいいんだけど、でもなんかあんま結ぶことないから、こうやってねポニーテールはあんまり似合わないって思ってる。ポニーテールさ崩れてくるんだよね。なんか髪質なのか頭がでかいのかわかんないけど、そうだからあんまポニーテールとかはねしないね、イベントとかライブとか。もし高校生の友達がいたら髪型マッシュか前髪上げるスタイル、マッシュ、マッシュルームみたいな髪型ってことか。だからマッシュっていうのかマッシュ、でも顔によるよね、その人の。なんか眉毛が整ってたらあげてもいいと思うけど、眉毛がなんかところどこに生えてるとか、なんかそのこうちゃんと整えてなくて前髪あげてたらちょっとなんか清潔感ないなってわやかは思っちゃう。でもどうなんだろう。でも高校生まだ若いから、前髪出して大人っぽいよりその前髪あってマッシュみたいな髪型の方が人気なんじゃないかな、わかんない、私は23歳だから。今の高校生でも大人っぽいからね、どうなんだろう。サイドに流してサイドポニー、顔近い。サイドポニーってなんでファンの人好きなんだろう。なんか自分似合うなって思ったこと今までで一度もないんだよね。うん、
初期の頃お団子してた。お団子、お団子はなんかやっぱり崩れてきますし大変です。髪が乱れて。全部の髪型最強。嬉しい。わあすごいギフトいっぱいありがとうみんな。あと何日だ？そのショールームのイベント。達成できるかな？ポイント。そしたら明日前髪下ろして学校行こう。かわいい私が言った通りにしててかわいい。いいの？私が言った通りで。14日まで。今日は11、12、13、14、あと3日しかない。どうしよう。あと3日しかない。左の言う通りにしたいです。じゃあ、やかの言いなりになってくださいね。明日の洋服決まったよ。明日はちょっとおしゃれ。なんか来た。タワー？これタワー？なんかすごいかわいい。メリーゴーランドみたいなのが来た。ありがとう。明日の舞台挨拶の残りあと26席だって。え？まだ予約できるのかな。じゃあ今何人くらい入ってるってこと？なんかテレビとか来るのかな。この間なんかさ、そんなに話題ならないって言ったらあれだけど、そんなテレビカメラとか来ないのかなって思ったら、なんかすごいさ、ツイッターになんか記事が載ってたり動画が載ってて、もっとなんかもっとちゃんとして下格好にすればよかったと思って。なんか自分はしたのが大事なのかなと思って、なんか着たいワンピースも明日にしようと思ってて、この間は違うやつにしたんだけど、そうなんだ。明日何人なんだろうね。何人来るんだろうね。確かにファンの人今から申し込んでください。
やばいでしょ、コスプレでさ舞台挨拶したらこいつ舐めてんのかってなる。さっきね、今のポイントが8000くらい？8100、8万だ、8100941ポイント、あと半分くらいか。全員213席。え、待って、そんなにいるの？え、怖い。え、ってことはあと26席ってことは、まあ150、え、200人くらいいるってこと？え、無理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 。え、緊張してきた。金子監督アイドル大好き。え、そんな風に見えない。なんか金子監督から私に話しかけるみたいのはあんまないんです。私が挨拶してっていう感じで。え、だからアイドル好きとはびっくりした。行きたいけど遠い。新橋だっけ。割と6時とかだよ。日本橋か。日本橋って日本にある。日本橋ってとこ、東京にある日本橋ってとこわかんない、どの辺だろう。スモールワールズ出てるよ。なんだっけ、マリアとかが出てるやつだっけ。え、明日は写真あり？明日もエイトポーズお願いしますするね。舞台挨拶頑張ってください。ありがとう。マリアとかお代理が出てるやつ、ああ、なんかスモールになるやつか。あ、三越、そうだ三越、日本橋、銀座とかその辺か。ちょっと固まっちゃった寺田さんと共演すごい。そう、寺田さんはめっちゃいい人です。すごい話しかけてくれる。ファンのね、みんなのことも言ってたよ。すごい毎回駆けつけてくれるのって。そうです、山梨にも来てくれたし、この間も来てくれますって言ったら、すごいねみたいな、優しいね、なんかうちは持ってたよねみたいな、すごい最善にいたよねって甲府の時言ってたみんなのことも見てんだよ寺田さん。なんか全然違う話していい？なんかさ、ささくれが親指にあって、ここにあるんだけど、なんかすっごい熱を持ってんの、腫れてて
顔がなんか腫れてんの？なんで？こっちと比べたらこっち腫れてんの？こっちでしょ？腫れてるでしょ？こっち熱いの、熱持ってるし。多分バイキン入っちゃったのかな、なんかささくれ取っちゃったの。なんかクリーム塗ろうかな。なんで痛いんだ。暑い、こっちの方がいじっちゃうんだよ、こういうの。もういじんないけど、あ、なんかちょっとバイキン入ったっぽいから。関西の舞台挨拶はないのかな。え、関西の舞台挨拶はなんかホームページとかに書いてあるの？日程とか。私はなんか最近スタッフさんからなんか亡くなったみたいな感じでは聞いたんですよね。だからもしかしたらないのかもしれない。今回が最後かな。明日舞台挨拶行くよっていう人。え、みんな3回連続来てない？嬉しい。はーい、やって。はーい。嬉しい嬉しい嬉しい。あやちゃん嬉しい。まあここにいる人で、私のファンじゃない人も来るかもしれないしね。 AKB ファンの人が、おじさんも多いし。嬉しいことよ。なんかね、プレゼントがやっぱり劇場でしかなんか受け取ってくれないみたいだからね。ぜひ劇場に、前回山梨の時に持って来てくれた人がいたみたいなんだけど。ぜひ劇場でお願いします。みんなも劇場に送ったのかな。私はちょっと今週は忙しいから、来週あたりに。やろうかな。あ、行こうかなって。機長、明日は映画見てるときにショールーム配信しないでね。だってしない。こないだはごめんね。
プリ送ってあるって。したいな、行こうかな、す土日とか。明日はどうしようかな。集合時間前にやろうかな。4時とか。4時？ 4 時半とか。ん？違う、3時半とか。やろうかな。夜はやれたらやる予定があるんですよね。その後すぐからできたらやるって感じかな。授業中やれたら夜やります。最後あれさ、ずっと音源流してほしい。Hey, what's up? Kada de da da da, cha 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 って終わるじゃん。cha cha 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 cha。 え、終わんない終わんない終わんないっていうメンバーの顔が見たいっていうトイズの左友さんです。あの動画本当良かった。バズりますように。もう全然バズんないんだけど最近の動画。だからなんか動画もう恥ずかしいんだけど。目キラキラしてる。なんでだろう。リングライトだからかな。みんなもだから動画広めてね。でもあれってバズるポイントって10分以内に運営さんがおすすめに載せるか載せないからしいの。そうで、おすすめ載ったらバズる可能性あるけど、なんかとか10分以内、10分とか20分が大事みたい。そうそう、運営さんがある程度これなんかいいなと思ったらおすすめのとこに載せんだって。だからたまにおすすめとか出てくるじゃん。そうなんだって。だからみんなも早めにいいねしてほしい。通知オンにしといてほしい。タイミングはどうなんだろうね。どうなんだろう。すごいかもなっちゃった。
おすすめ乗る条件、あの運営さんが見てて、でおすすめ乗せるみたいな書いてあった。でも投稿して20分以内が勝負らしい。何の基準なんだろう、私もよくわかんないんだけど。ちょっと眠くなってきた。あとでもあと9分か。今何ポイントだろう。明日の何時にあげますとか言ったら分かります。確かに。え、髪色、そう髪色暗くした。でも今日染めたばっかだから、あのまた色が落ちると思うんだけど、すごくいい色です。なんだろう、グレーなのかな。ショールームだと真っ黒っぽくいいけどね、若干ちょっと茶色っぽいしグレーっぽい絶妙なカラーでめっちゃいい感じです。可愛いだと嬉しい。アイドルっぽくなった。アイドルっぽい。じゃあ55分になったらスクショタイムしよう。明日どうしよう、緊張するけど。30分くらいだよね、上映が19時から。ん、上映何時からだ明日。19時からで舞台挨拶が18時半からか。頑張る、ありがとう。じゃあ読みますね。あ、まだ早いか。じゃあスクショタイム。どういうポーズにしよう。今日はね髪を暗くしたからね。じゃあちょっと髪が短い風に切りましたよ感。切りましたよ感出しちゃおうぜ。どう、切りましたよ感出てない？服の中に入れたら出た。ボブアヤ。ボブアヤちゃん。でもなんか恥ずかしいわ、やっぱり違和感だ。どうぞ。本当に恥ずかしいけど。フードかぶってみて。フード。
落ちちゃった。みんな可愛いやつを載せてください。多分いっぱい目半目のとこあると思うので、はい。では最後におまけ、じゃあ最後におまけね、いくよ。おまけ、乗せていいよ。私と私じゃないから、これは。じゃあこの格好で読みたいと思います。1位のぶさん、2位ひろかんばりさん、3位なははさん、4位ピータさん、5位さとさとさん、6位かっちゃん、7位ピアノマンさん、8位プリンさん、9位ラブいちごちゃん、10位あきらさん、11位よっちさん、12位ハーマンさん、12位上とっち、13位ハーマンさんです。ありがとう。ありがとう。明日は舞台挨拶頑張ります。またね、おやすみ。明日目線よろしく。オッケー。みんな今日も見てくれてありがとう。またね。バイバーイ。可愛く撮れた。載せてね、ツイッターに。左とまやかで載せてね。ありがとう。おやすみ。あれ結構長い。バイバイ。あれ。バイバイ。おやすみ。